4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はメジロリング、先頭2番手はアドバイアコール、懸命に追いすがります。あと 200m、 メジロリング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は竹のベルエット、メジロリング、この馬で決まりか。メジロリング1着、メジロリング完勝、メジロリング1着、2着はアドバイアコール、これは桁外れの強さだ。メジロリング。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は西のフラワー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はディスコホール、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はエアメリー、西のフラワー今ゴールイン、段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はエアメリー、これが G1 馬だ。西のフラワー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は桜爆心王、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はメジロヒット、残り 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 桜爆心王粘る、一気にメジロヒット、1着、2着にはどうやら桜爆心王、1番人気に応えました。メジロヒット見事です。